永田町よりやってまいりました。自由党、自由党小沢一郎と共にやっております参議院議員山本太郎と申します。よろしくお願いします。始める前にですね、一つだけお願いがあります。この黄色の点字ブロックですね、この点字ブロックを踏まないようにぜひお願いしたいです。申し訳ございません。今オンザ点字ブロックの方、ぜひですね脇の方に避けていただけると助かります。ありがとうございます。点字ブロックを踏まないようにご注意ください。ありがとうございます。申し訳ございません、わがまま言いまして。改めまして参議院議員山本太郎と申します。山本がどうしてこの新宿の東南口、ありがとうございます、何度も拍手を要求しているような話ですね、申し訳ございません。なぜこの東南口にやってきたかと申しますと、とんでもないとんでもない法案が今衆議院を通過しようとしています。この法案の危険性というものに関しまして、皆さんと共有をしたいというのが一番大きな目的。その話は少しお時間をいただかなきゃならないので、まあ、3分で説明が終わる話じゃないので、それを一番最後に回しまして、まず最初の時間はですね、皆さんから、いろんなご意見、そして苦言、提案、いろんなものをいただいてですね、これについてはどうなってるんだとか、これについてはどう思うんだというような皆さんからの、提言、苦言などをいただいて、それに対して山本が答えを返していく、そのような時間にしたいなと思います。まず最初は、でも最初にお断りしておかなければならないんですけれども、たかだか山本太郎でございます。皆さんが疑問に思われたことに関して答えを持ち合わせている確率非常に低いです。なのでぜひ皆さんが山本に対して知恵をつけてやると、お前教えてやるからよく聞いておけということで、ぜひ知恵をつけていただきたい。山本の、勉強不足であったり、もともとカバーしきれていなかった部分をぜひ皆さんにも教えていただく。でそれが、先々ですね、国会の質疑につながったり、党のマニフェストに盛り込まれたりする可能性もあるかもしれません。どんなことでも結構です。政治に関わること、関わらないことでも結構です。朝何を食べてきた、そんなとんでもない質問でも結構です。正直にお答えいたします。何でも結構です。というわけで、まずは街頭記者会見という形でですね、皆さんからお題をいただくということで始めていきたいと思います。どんなことでも結構です。ご意見、苦言などある方ございましたら、ぜひ手を挙げて、お話をしていただければと思うんですけれども、ございますか。マイクを回しますので、あ、じゃあそちらの方、まず最初に手が上がりました女性の方ですね。あ、すいません、チョコです。あ、ちょっと待ってくださいね。お話を始める前にですね、ぜひ皆さんもう一度改めまして、この点字ブロック、黄色の点字ブロックを踏まないように、今上に乗ってられる方はですね、もう少し点字ブロック踏まない位置に行っていただけると助かります。ありがとうございます。お待たせしました。いいですよ、そのままで。そこで、こんに、あ、あ、え、こんにちは。今日は小沢さんの勉強会が先ほどありまして、そこから今こちらに来たところです。あ、そこで共謀罪って、日本に住んでいる留学生、外国からの留学生の人とかって対象になるんですか？ありがとうございます。一番最後に取っておこうと思った共謀罪をまず最初に聞いていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。共謀罪の対象者は、日本国民だけではないと思われます。この国に存在する人、おそらくそれは、短期長期関わらずだということだと思います。逆に言うと、その外国人の方々に対して、何か情報を持って帰るんじゃないかっていうような疑いの目も下手したら強まる可能性もあると思います。以前ですね、公安調査庁という組織があるんですけど、これ、法務省の関係している、組織なんですね。外部組織、組織なんですけれども、この公安調査庁が、
ムスリムの方を片っ端からマークして、でいろんな情報が漏洩してしまった上で、そのムスリムの人たちに対して、片っ端から、洗い出していたっていうようなことが、明らかになったことがあるんですね。まあ、これは例えばテロということとイスラムという部分をくっつけて、そのイスラムの中、まあ、テロリストイコールイスラム教徒みたいな乱暴なくっつけ方で片っ端からそのムスリムの人たちを調べ上げようとしていたっていうことが表沙汰になったことなんですけど、これはおそらくそれだけではなく、その留学生って言われる方だったりとか、日本に滞在している外国人の方っていうのももちろん対象になり得るというふうに思います。ありがとうございます。すみません、十分な答えではないですけど、少なくとも今衆議院で答弁している、大臣よりかは、明瞭な答えが返ったと思います。すみません、ありがとうございます。共謀罪に関わることでも結構です。それ以外労働問題でも、その他の問題でも、プライベートなお話でも結構です。私のではなくあなたのってことですけど、皆さんのってことですけれども、何かお話がございましたら手を挙げていただければ。参議院議員山本太郎が新宿東南口をお借りし、街頭記者会見という形で皆さんからの質問に対してお答えをする。ただし山本太郎ですので答えを持ち合わせてない可能性があります。その場合はあなたが山本太郎に知恵を授けてください、与えてくださいというスタンスでやっております。どなたかございませんか？どんな問題でも結構です。じゃあそちらの女性の方に。あ、こんにちは。私はですね、この前ついこの前の東京新聞から東京新聞で見たんですけれども、私たちの年金が GPIF ですか、それに運用されていると。その運用先がそのクラスター爆弾を作っている会社も入っていると。その政府はその運用先を選べないということを見ましたが、もしかして私ももう年金をもらっているんですけれども、そのもらっている年金で人そのクラスター爆弾を使ってどこかで人が殺されてるんじゃないかと、そういうことを思うととても辛い気持ちがします。その辺を年金の運用についてどうお考えになっていますか？ありがとうございます。皆さんから集めさせていただいた、年金の資金ですね、これを、博打を売ってるのと同じような状況になってしまっていると。今モニターの方に出てますけど、ちょっとこれ少し古いかもしれませんが、そして、この金額、これおそらく1年以上経ってしまっているので少し、情報が古いかもしれませんけれどもですね、はっきりしていることはこの2014年上の段階ですね、上の段階よりもその運用の割合、この外国の債券だったりっていうところに割く株式だったり債券だったりっていうところの投資に運用にかけるパーセンテージを増やしちゃってるんですね。だからもう半分はそういう運用、まあいわゆるこれ絶対リターン確実じゃないってものですよね。その先にジャンク債の話のところあるからっていうような状況になってると。要はハイリスクハイリターンを目指してるって話ですよね。でそのハイリスクハイリターンを目指している中でどういうものに突っ込んでしまっているかっていう部分に今、女性の方が質問をしてくださいました。例えばクラスター爆弾というものに関して関わっていた企業というところも、存在しているということが、先日の報道で明らかになったという部分を教えてくださったと思います。確かにそういうところもあると思います。それだけじゃなくジャンク債って言われるようなものです。ジャンク債、要は超これリスクありますよっていうようなもんですよね。そういうものにまで突っ込んでしまっているっていう現状がある。これでも自分のお金だったらそういうふうに運用しますかって話なんですよ。皆さんからお預かりさせていただいているお金ですよ。もちろん増えりゃいいけれども、一か八かで増やすっていう選択っていうのは非常に危険ですよね。だってそれ随分なくなっちゃったらどうするんですかって話ですよ。
コツコツ積み上げているものに対して、確かに運用っていう部分で増やすっていうのは、世界のこの、例えば年金を運用し、年金の機構であったりとか、年金を運用する機関では当たり前のことですけれども、安全運転が求められているところにジャンク債にまで突っ込むっていうような博打をしていいのか。それだけじゃなく、そういう社会的なことを考えたならば、そのような企業、そういうクラスター爆弾だったりとかっていうことの製造だったりとか販売だったり、わからないですけども、そういうものに関わる企業に対してそういう資金が流れるようなことをやっていいのかってことですね。もう今おそらく手段は選ばないということで、どんどんやっていってる。見つからへんかった、ごめん、すいません。ジャンク債について詳しく書いてあるものがあるんですけども、それを出そうとしたんですけど、なかったです、すいません。私の脳の中にも残っておりません。なのでここまでが私の言えることです、申し訳ございません。だからもっと慎重に運用する必要があるのが、何よりもこの、年金であると。間違いなく皆さんが積み上げてきたものであって、この先確実に必要になっていくものにもなっていくものなのにもかかわらず、そのような運動がなされ、そのような運用がなされた場合に、後々予定されていた金額には満たないとか、受け取れないとかっていうような可能性っていうのは否定できないことだと思います。本当に非常に、ありえないやり方というか、もっと丁寧にやらなきゃいけないっていうことだと思うんですけどね。じゃあそれ誰が支えるんですかって話になるんですけど、じゃあ若い世代にってことになりますよね。でも若い世代っつったって、少子化対策っていうのは言葉ばかりで、実際に効果的な少子化対策は何も打たれてないわけですから、じゃあどうなりますかってことですけれども、勝手に生きろと、自己責任でやれっていうような風潮っていうものがもっと、高まっていくっていうような世の中にされていくんだろうなと。世の中の空気っていうのは勝手に作られていくわけじゃなくて、政治を中心としたいろんな施策っていうものがおそらく空気を作っていったりとか、その国会の議論であったり、それを報道するメディアとかっていうものも手伝いながら、空気っていうものは作られていくと私は思うんですね。だからこの先行き詰まりっていうものが見えてきた時には、おそらくより自己責任、自分たちが無理な運用をしてきたことによって損失が生まれたことは横に置いて、今まで何してきたんだ、蓄えをしてこなかったのかっていう最上段からの、なんて言いますかね、目線で、アプローチされるような可能性も含まれていると思います。すいません、答えになってるかどうかわからないんですけれども、ありがとうございます。参議院議員山本太郎が新宿東南口をお借りいたしまして、街頭記者会見と銘打ちまして、皆さんからの質問に答えるという形になっております。ただし、たかだか山本太郎ですので、答えを持ち合わせている可能性は低いです。ぜひ知らないことを、あなたの知恵を山本太郎に授けてください。それでは他に質問がある方、あ、じゃあその最前列で手を挙げている男性の方お願いします。太郎ちゃん、中山和也ですわ。今日ちょっとキレ悪いね。なんか安倍晋三にね、食ってかかってる今日山本太郎じゃなくて、おそらくここに来てる人たちは共謀罪、絶対それのみでいいと思うんだよね。だからそれガンガン言ってもらいたいと思うんですけど、これいつ、今日明日ぐらい採決されるとかって噂があったけど、それが伸びたんですか。ありがとうございます。自ら名前を名乗っていただいたんですけれども、芸能界ではですね、芸能界の伝説の方と言ってもいいかもしれないですね。かなり、言葉を選ばずに言うと、かなりキレた方というワイルドサイドの役者として名を馳せた方ですけれども、今のお話ありがとうございます。キレが悪いというのはですね、安倍総理に対しては、こういうことを、なんですか、自分自身訴えたいこと、皆さんの声を訴えたいことっていうのははっきりしてますけど、皆さんはそのまた安倍総理との立ち位置が違いますもんね。逆に言えば皆さんのおかげで私食べれてますし、皆さんのための政治をしなきゃいけないという思いですので、それ扱いは丁寧になりますね。皆さんへのアプローチは丁寧になりますということで、共謀罪のことについてご質問がありました。で、今日の時間の後半部分を使って共謀罪についてお話をしたいと思います。で、今どのような、状況になっているかということを説明します。共謀罪、今衆議院で30時間ぐらいの審議が、もう大詰めといいますか、その、まず委員会での採決、要は国会の審議、まず委員会で行われます。その委員会で採決が行われます。賛成多数になった場合はそれが本会議という場所に行きます。
で、この2段階なんですけれども、本当は今日採決するつもりだったけれども、不信任案、大臣に対する不信任案が出されたか何かで、それが一度本会議に行くのかなんかみたいな話ですよね。ごめんなさい、ざっくりで。そんな形なので、結局この、この実際に採決が行われるのは明日じゃないか。でも結局は、24日に安倍総理がイタリアに出発する前までにまあ決められたらいいようなぐらいのざっくりした堂々としたというかすごくゆったりしたスケジュール感で与党側は見てるようです。で、国会6月18日に閉会、通常国会150日間開かなきゃいけないんですけれども、それを大幅に延長することも考えてるみたいです。で、大幅に延長する理由は何なのかってことなんですけれども、強行採決衆議院で行い、その次参議院、衆議院で審議が行われたものが次参議院に移る。で、この参議院でもまた強行採決をした上で6月18日に予定通りに国会が閉まってしまったとしたら、その後に開かれる東京都の都議選、これに対して影響が出てしまう可能性がある。だから大幅に8月の頭ぐらいまで最大限に延長した上で、間に都議選をやって共謀罪には触れないで、衆議院だけ通してしまって参議院では触れずに、で、都議選が終わった後にまあぼちぼちやりながら強行採決最後にやろうかって、すっごいせこいこと考えてるんですよ。そういうスケジュール感で今、スケジュール感の案として一つそういうものがあるらしいです。で、もうちょっと待ってもらっていいですか。もう一問ぐらいなんか違うお話を違う方から、受け付けて、その後で共謀罪の話をしようかなと思います。他にございますか。他に何かお話があればないですか。じゃあもう進めていっちゃっていいですかね。じゃあ共謀罪の、本題に入る一つ前の手前で、皆さんにお聞きしたいことがあります。あなたは国を信じてますか。信じてない。先輩、大きな声でありがとうございます。最前列から。あなたは国を信じていますかっていうのはすごく抽象的な話だと思います。じゃあ、あなたは政治を信じてますか。信じてない。信じろったって無理ですよね。今行われている政治を見てみて、何を信じろというのかっていうのが非常に難しいと思います。なぜならば、あなたのための政治が、あなた自身が私のために行われている政治だと感じる瞬間がほとんどないからですよね。おそらくそう感じる方々多いと思います。私もその一人で、もうじゃあだったら自分が出てやろうと思って出て行ったんですね。例えば例を挙げると、この中に大学に行かれた、今行っている、そういう方どれぐらいいらっしゃいますか。俺は大学卒業したんだよ、今大学に通ってるんだよって方、上の方もいらっしゃいますか。ありがとうございます。で、この大学に行かれている方々、大学を卒業して半年後ぐらいに支払いしなきゃいけない案件が出てくるんですよね。それ何かって言ったら奨学金だって話なんです。これは何の話をしたいかっていうと、国を信用できるか政治を信用できるかっていう部分において、いまいちよく分かんないっていう方のために、少し引き寄せて考えていただくために、奨学金を少し例にとってお話したいと思います。奨学金、高等教育、例えば大学であったりとか大学院であったりとかっていう教育を受けるのに、この国は行きたいものに対して、進学したいものに対して借金を背負わすようなシステムになっている。家がお金持ちであったりとか余裕があれば親に出してもらえる。でも今親世帯でさえも収入が減ってしまっているから、子供が親に大学出してもらえるっていう人たちの数っていうのがどんどん減ってきちゃってる。だから大学生の2人に1人が奨学金を借りなきゃいけないような状態にされてしまっている。大学生の2人に1人が奨学金を借りて、そのうちの7割が利息がつくタイプ、有利子の奨学金を借りなきゃいけないっていう状況にされている。奨学金って名前なのに借金を背負わされるという形になっている。これ OECD っていう先進国グループの中でも教育に最も金を使わないトケチ国家、その第2位がこの日本という国なんだっていう話なんですね。これ何のせいだっつったら、間違いなく政治のせいです。教育の無償化を憲法に書き込めとかっていうような寝言を言ってる人たちがいますけれども、全く関係がないです。
それは法律で対応できることなんです。ただやる気がないだけなんです。話戻ります。奨学金、大学生の2人に1人が受けている。そのうちの7割は有利子の奨学金、利息がつくタイプ。利息がついた上に返せなかったら延滞金までつくというタイプ。これサラ金じゃないかよって話ですよね。しかもサラ金と圧倒的に違うのは学生ですから、将来どのような職業についてどれぐらいの収入を得るのかもわからないのにもかかわらず、卒業した途端に数百万円の借金を抱え込むような、そして卒業後半年したら返済を始めなきゃいけないような状況に置かれてしまう。これが大学院生になれば1000万円を超えるような借金を抱える。しかも大学院生だったら大学の4年間分の借金と、そして大学院での借金、これ支払い同時になるって話なんです。首回るわけないだろうって話ですよね。これで儲けてるやつらがいるっていうことがミソなんですよ。誰のための奨学金制度ですかって。普通先進国というならば高等教育受けたいという若者たちに対して、じゃあ受けてくれと、教育に対してお金を出すというのは当然の振る舞いだと思うんですね。で社会に出て、で納税で還元してもらうっていう、これ先行投資って考え方だと思うんです。でも日本はその手法は取らずに学生に借金を背負わす。何のために借金背負わすか、これは一部の人たちに対してちょっとしたおつまみ程度の儲けを差し上げるために、企業側に儲けを差し上げるためのシステムにされてるってことなんです。学生自体がすでにもう貧困ビジネス的なところに引きずり込まれるための生贄として差し出されてると言っても過言ではない。例えば有利子、この利息の収入年間で340億円ほど、この利息で収入得たもので誰が得しますかって、これ金融機関ですよ。その他には延滞金、延滞金は1年間で40億円を超えるほどの収入がある。これで誰がおいしい思いしますかって話ですけれども、それは債権を回収する会社、例えば日立がやってるようなサービサー、そういう人たちをちょっとしたうまみを差し上げるために企業側へのインセンティブとして若い人たちが差し出されてるっていうのがこの奨学金っていう制度になってる。で先ほど少子化対策、年金の問題がありました。年金制度っていうものを維持するためにはね、皆さんの積み上げたお金だけじゃなく、これから生まれてくる若い世代も順調にこれ出生率上げていきながら国が国家戦略として少子化対策をやっていかなきゃいけないっていうのが当たり前の話。でもこの国は少子化対策とかね、新アベノミクス3本の矢みたいな話をしている、出生率 1.8 とか言ってるけど中身は空っぽなんですよ。やるべきことをやっていない。じゃあ少子化対策何のどういうふうにやっていかなきゃいけないか、要は若い世代、下の世代がどんどん育ってこないことにはこの国持続可能にならないんですね。破綻迎えるんですよ。そのためにも少子化対策絶対必要で、そのためには3つ必要だって話なんです。その3つのうちの1つは何だっつったら、この奨学金問題にも含まれている教育だって話なんです。本人またはその家族に負担がかからないようにすること、少子化対策に必要な3つのうちの1つがそれ。もう1つは何か、住宅問題ってことなんです。若い人たちが住宅、公的な住宅の数字出るかな、公的な住宅に入れる、例えば都営、例えば区営みたいなね、この国日本という国の中で公的な住宅として当てはまるものは住宅の 5.5% 程度しかないんですよ。しかも公的な住宅、都営区営であったりとかっていうようなものに関しては高齢者であったり家族持ちであったりっていう人たちしか要件に入ってないんです。この公的な住宅っていうものをしっかりと整備しなきゃ少子化対策は売ったとは言えないって話なんです。だって貯金皆さんいくらあります？貯金がなきゃ敷金礼金なんて払えますか？無理ですよね。まとまったお金じゃあどうやって用意するんですかって、親親戚に借りる、借りられなかったらどうするんですかって、自分たちがしっかりと独立したようなね場所を作れなくなるっていう話なんですね。この独立したスペースを確保するためには絶対に必要。これ見ていただいたら分かる通りです。これちょっと小さくて見えづらいかもしれない、一番下2本なんですね。全住宅に占める社会住宅、
先ほど言っている公的住宅の割合です。日本は、ちょっと、情報が古いですね。2010年 6%、 これ、国交省に問い合わせたら 5.5% で、その上見てみましょうよ。イギリス 18% ですよ。3倍以上ですよね。他にもフランス 17%、 オーストリア 23%。 こういった国々は何のために公的住宅を増やしていってるかっつったら、国家戦略として国を持続可能にしていくために少子化対策に取り組むっていう部分も踏まえて公的住宅を増やしていってるっていう話なんです。でも日本ではそれをしない。で、少子化対策に必要な施策、もう一つ、最後の一つ、これは何か、収入なんですよ。収入、今長時間労働低賃金当たり前じゃないですか。じゃあ大学卒業しましたね、で就職した、就職しなきゃ、だって卒業したらすぐに支払い始まるもん、半年後に奨学金のね。そういう状態の中で選べない、ブラック企業みたいなとこ入っちゃった、長時間労働低賃金の中、その低賃金の中からなんとか家賃払えたとしても、食費、光熱費、通信費、いろんなもんかかってきますよね。そこに加えて、そこに加えてこの奨学金の返済なんて無理でしょって。何が言いたいか、全部つながってるんです。問題は日本を景気よくしたいですよね。皆さん景気言い方もいらっしゃいます。ほんの一部、例えば上場企業過去最高益、あのバブルの時よりも儲かっているけれども、その儲かった分皆さんにそれ分配されますか。分配されたとしても、例えばそれは大企業、大きめの企業に関わっている人たちが春闘とかいう形で少し給料アップしてもらえる程度、ほとんどが企業が抱え込んでしまってるんです、その利益を。これでも違法じゃないんですね。この国の利益、この国の景気を上向かせるために一番必要なことは何かっつったら、 GDP の6割個人消費だとするならば、全員が、多くの人たちが今よりもより消費できるような世の中にしなきゃ、ニッチもサッチもいかないって話なんです。それを担保しなきゃ今よりも経済しぼんでいくの当然なんです。でも今やられてる政策は全て大企業のみ得をするような政策が数々取られている。例えば法人税、法人税実効税率、これどんどん下がっていっている。1990年代これ 50% 程度だ、 50% 近かったんですよ、企業が払うべき税金。でも今どうなってるって、もう 20% 台突入してるんです。これこの先もどんどん下げていくんですって。下げていって企業が儲かれば皆さんに分配されませんって、されてないでしょ。今企業は抱え込むだけ抱え込む、内部留保みたいに。安倍政権が2012年第2次安倍政権を作ってから現在まで、この内部留保、大企業の内部留保 34% も増えた。あなたの収入 34% 増えましたかって。企業は貯め込んだお金をどうするんだって話ですよ。それを設備投資に回せば景気良くなるかもしれないって。設備投資さえもしたくないんですよ企業は。どうしてか、先行きが全く見えないから。どうして先行きが見えないか、未来が見えるような施策を国がしないから。もう少子化対策っていうことさえも真剣にやってないよってことは企業が分かってる。絶対に必要な3つのこと、教育に金がかからないようにする、住宅を、公的住宅を確保する、そして給料少ないものには国が補填する。実際にヨーロッパで少子化対策として行われてきたようなことを、実際にそれで出生率上がってきたイギリスが、フランスが、フィンランドがってことを、国はもうメソッドを分かってるのにやろうともしないってことは、企業側は分かってるってことは、この国には未来がないってことが分かってるから、内部留保なんて吐き出すはずないんですよ。設備投資なんてするはずないんですよ。この国を壊してるのは今の政治なんですよ。未来が見えないのは皆さんだけじゃないってことなんです。未来が見えないのはこの国の労働者だけじゃなくて、経営者さえもこの国では未来がないとさえ思わされてしまっている状況。ごめんなさい、共謀罪の話に入る前にこれだけ見ていただきたいんです。貯金ゼロ、先ほど言いました、この国の景気を良くするためには GDP の6割である個人消費、
皆さんが今よりもより消費できるような状況にしなきゃいけない。見てください、この国の貯金ゼロ世帯、貯金ゼロ世帯、これは2人以上世帯です。2人以上世帯で2012年には貯金ゼロ世帯は 26% でした。しかし2016年で見てみると 30.9%、 より状況悪くなってんですよ。これ山本太郎が勝手に作った数字じゃない、日銀の金融広報調査委員会が調べたもの。これ2人世帯でこのような状況です。2人以上世帯で、でこれ1人世帯で見てみたいんですよ。1人どういう状況か、20代見てみてください。 59.3% が貯蓄ゼロ、30代 47.3% が貯蓄ゼロ、40代 50.1、 50代 46.4。 これで景気よくなるはずないやんって。じゃあ何をすればいいんですかってことなんですけど、ものすごくシンプルなんですよ、やり方は。今安倍さんがやってる経済政策、この中には私野党です。で結構いちゃもんつけてるように見えるかもしれないけれども、私は、私の思うことをやってる。まあそれは置いておいて、で安倍さんのやってる政策全て悪いとは言わない。経済政策っていう意味でもいい線いってるものあるんですよ。それ何ですかってことですけども、アベノミクスの第一の矢ですよね。異次元の金融緩和って言われるもの。異次元の金融緩和って何だってことですけれども、ざっくり言ったらお金をすりまくること。でも実際はお金は吸ってない。日銀の中にあるそれぞれの銀行の当座預金の数字をいじってるって話なんです。これをやったら何が起こりますかって話ですけど、金利が下がりますって話なんです。円が安くなりますって話です。でもそれで終わっちゃいけないって話なんです。もう一個やらなきゃ、セットでやらなきゃ景気は上向かないって話なんですね。それは何だって話ですけど、アベノミクスの第二の矢、財政出動なんですね。吸ったお金、増やしたお金は使えって話なんです。何に使うんですかって話なんですけど、例えば使おうとしてますよ、リニアモーターカー。リニアモーターカー作って皆さん潤いますか。潤うのは大手の建設業だけじゃないですか。あと JR だけでしょ。何年にもわたって赤字を作ったら、ずっとその間税金払わなくていいんですよ、 JR。 ありえない話ですよね。だとするなら同じ3兆円4兆円使うんだったらもっと違う使い方がある。例えば何がある、もうちょっと足さなきゃいけないけれども、最初の話に戻ると奨学金、奨学金全部チャラにできるんです。どういうことか、奨学金のお金はどっから引っ張ってきてますか。奨学金のお金は財投債ってどこから引っ張ってきています。要は国債ですよね。これ日本学生支援機構が6兆円引っ張ってきてるんです。6兆円お金を借りてきてる。それを学生に貸してる。もちろん国債から引っ張ってきてるから、ここに対しては利息がつく。金融機関に支払わなきゃいけない利息を学生に支払わしてるって話なんです。こんなバカな話あるかよ。同じお金を使うんであれば、6兆円日本学生支援機構でが持っているこの借金チャラにしちまえばいいじゃないか。そしたら何十万人何百万人の人たちが該当者になって、返済しなければならない奨学金が消費に回るって話なんです。これだけでも大きな消費効果じゃないですか、経済効果じゃないですか。でよくこの国で言われているのが、1000兆円の借金を抱えてるっていう話。一人頭800万円なんだよ、とんでもない借金なんだよって話。でもこれはある意味半分は財務省のデマだと思って間違いないです。どうしてか、増税しなきゃならないから。財務省は何のために増税するんですかって。理由の一つは、大企業に対して大減税をこの後行っていきます。今も行ってます。大企業から税金が取れなくなったら、この国の収入減っちゃいますよね。減った分何かで補わなきゃならないから、皆さんに消費税って形でお届けしてるわけですよ。 8% でも今 8% 以上上げたらもうこの国やばいって話で、上げられないですね 10%。 でも経団連、企業とべったりですから、自民党は特に経団連。でも経団連はこうも言ってる、消費税 19% まで上げろって言ってるんです。
経団連が望んだことは全て通ってきてるんです。例えば派遣法の改正改悪、例えばこの先おそらくやってくるだろう残業代ゼロ法案、残業代なんてもともとないっていう話じゃないんですよ。残業代っていう部分の概念が法律から削られたら死ぬまで働け定額でみたいな世界にされちゃうって話なんです。それだけじゃない、今働き方改革と称して残業時間、最も忙しい月の1ヶ月は100時間未満であれば残業させられる、厚生労働省が認める。残業時間45時間で体に異変が起こる、これ厚生労働省しっかりと認めてるんですよね。残業時間80時間で過労しない、それを20時間オーバーするような働き方を政治が良しとしようとしてるって、これ意味わかりますよね。あなたは、あなたの今の政治はあなたを愛していない、あなたのことは思っていない、部品でしかない道具でしかないってふざけんなって話ですよね。だから変えたいんですよね。とにかく先ほど言った通り、1人頭800万円1000兆円の、借金というものは話半分でも結構、半分でもかなりの借金じゃないかと思ってしまう人もいるかもしれない。でも考えていただきたいんですよ。国という損害は何年続きますか。あなたという人生は80年90年でひょっとしたら終わりを迎えるかもしれない。その80年90年のうちにその借金を返済しなければならないというルールではないんですよ。国という数百年数千年続くという長いスパンでいかに財政を健全化していくかってことを考えなきゃならない。そして今この国を見た時にここでお金をしっかりと生きたお金を使い方をしていかなきゃならないっていうところにあるんだから、ここは間違いなく吸ったお金、実際には吸ってないけれどもね、調整したお金っていうものに関しては確実にいるところ、例えば介護、特養に入れない高齢者の方々数十万人いますよ、もっとかもしんない。保育、教育、実際に国がもうすでに見捨ててる、手を離そうとしている、そういう分野にどんどんお金を投入していく、いわば一番伸びしろがある成長分野が存在してるんですよ。そこにしっかり俺たちはこれから国としてやっていくってことを企業側に言えば、企業側も内部留保を出して、じゃあ設備投資に参加しようかという考え方に転換していくというようなことをどうしてやらないのかって、今だけでいいからですよ。今だけ、金だけ、自分だけという政治が行われている真っ最中、真っ只中の中でとんでもない法案が今通されようとしています。ここから本題に入っていきたいと思います。その前に一口水飲んでいいですか。すいませんね、どんだけおしゃべりやねんって話ですね。カラオケ行ったらマイク離さないタイプです、すいません。ありがとうございます。皆さん共謀罪っていう響き聞いたことありますよね。共謀罪、今はもう名前変わってしまいました。テロ等準備罪という名前に変わってしまいました。名前は変わったけれども、そして該当する犯罪の数は減ってしまう、犯罪は減ったけれどもその本質はそのまま共謀罪です。何のことやらさっぱり分かんないって方も安心してください。今から順番にお話ししていきます。まず皆さんにお聞きしたい、犯罪、犯罪ってどっからが犯罪だと皆さん思われますか。頭の中でまず考える、これ犯罪ですかね。その頭に浮かんだことを誰かと話す、これ犯罪ですかね。どこからが犯罪なのかっていう線引き、皆さんはどういうふうに思われますか。近代の刑法、今の世の中の当たり前のルールとして具体的な結果、被害が現れて初めて処罰対象となる、これが常識なんですよね。要は頭の中で考えたって誰も被害者いないんだから、実行さえしてないんだから、それは政府ですよ、当たり前じゃないですか、頭の中だけですよそれは。だから具体的な結果、被害が現れて初めて処罰の対象となり得るっていうのが近代、
近代的な考え方といいますか、近代の刑法のルールなんだよってことです。つまり起きてもいない犯罪は取り締まれない。当たり前ですよね。犯罪発生までの流れっていうのをちょっとゆっくり見ていきましょうってことですね。例えばこれ殺人事件だったらどうなりますか。計画もしくは相談ですね。いわゆる相談、計画っていう段階、話す、誰かと話す、誰かと相談する、これ殺人事件の場合まだ起こってませんよ。友達と話しただけ、仲間内で喋っただけ、これ犯罪ですか。皆さんどう思われます。次、準備、予備とも言います。準備段階、例えば ATM でお金を下ろします。例えばその話した内容がより具体化していく、最終目的は殺人ですから、話しただけだったら何もなかったけれども、実際にお金を下ろしてそのお金でナイフを買った、皆さんこの時点で犯罪だと思いますか。日本の刑法はですね、意外と厳しいんですね。この重、なんて言いますか、凶悪な犯罪、殺人も含みます。殺人も含むような、殺人事件のようなものはこの時点でもアウトにできるんですよ。日本の法律厳しいんです。予備っていう段階でアウトにできるんです、殺人はね。でも他の凶悪でない犯罪はそれには該当しません。もう一回ちょっと流れだけ、計画、準備、その次に来るのが未遂。例えば殺人事件で考えればナイフで襲いかかる、でこの時点で命は助かってるっていうことが前提です。これならば未遂です、殺人未遂。先行きます、既遂、ナイフで刺してその後命を奪ってしまったっていう段階で初めて既遂という段階になります。で日本の中では凶悪犯罪に対しては既遂でもなく未遂でもなく、この準備の段階で凶悪犯罪の場合は取り締まれるような法律になっているっていう話なんですね。じゃあ先に行きます。はい、こういう状況です。この4つのある 4つのカテゴリーの中で、凶悪犯罪の場合は準備予備段階でアウトになるという話を今してます。でこれ今のは殺人事件というふうに言っちゃいました。かなりちょっと振り切れた感じのお話でしたけれども、普通の犯罪の場合は準備予備の段階でも捕まりません。当然ですよね。実行されていないし被害者も生まれてないから。でちょっと並びが変なので難しい説明になっちゃうんですけども、で今政府が通そうとしているとんでもない法案っていう、その共謀罪、いわゆる、テロと準備罪は準備の段階でアウトとみなされてしまうと。これしまったな、最初の段階でこれね、殺人事件としない方が良かったですね。今日バタバタの中で作ったんでね、こういうね混乱が生まれるんです。普通の犯罪の場合は未遂か既遂かで裁かれるってことなんですよね。殺人ぐらいの凶悪なものに関しては準備予備で裁かれるけれども、あの処罰の対象になるけれども、他の犯罪に限ってはそうはならない。今政府が通そうとしている法案は準備の段階でアウトとされてしまう。でも日本は既遂の処罰を原則としている。具体的な行為はないよ、つまり被害者もいないなのに処罰の対象になるというようなことが、やっぱこれやっぱ最初殺人事件持ってきたら間違いやったな。すいませんね、明日直してきますね、これね。明日もやるんで街頭でとにかくですね、具体的な行為はないんですよ。で被害者もいないんですよ。なのにアウトとされちゃうなんて、処罰の対象になるなんて、これ非常に怖いという法案が今準備されてますと。凶悪犯罪と同じような扱いにされてしまってるってことです。それがテロ等準備罪だよ。この法律がなければ東京五輪パラリンピック大会は開けないとまでこの人言ってるんですよ。この方見覚えあります？皆さんご存知ですよね。知らないですか。よその国の総理じゃありませんよ。一応日本国の総理なんです。でこの方がオリンピック要は東京に呼ぶために世界中にアピールしたことはこういうことだったんですね。世界で一番安全な都市が東京だってことを散々言ってきたにもかかわらず、東京に決まった後に言い出したことは、この法律がなければいわゆる共謀罪、いわゆる
テロと準備罪がなければオリンピックなんて開けませんみたいなことを言い出した。どうしたんですかあなた、ね、でテロ等準備罪というものの元々は共謀罪でしたよ。先ほども言いました。この共謀罪過去3回国会で廃案になってます。あれ、はい、この共謀罪というものを名前を変えました。3回廃案になってるからちょっと評判悪いね。テロ等準備罪と看板を付け替えようと懲りずに名前を変えて再登場。共謀罪、名前を変えたって本質は一緒なんですからね。だから共謀罪の中身を説明しますね。2人以上の者犯罪を行うことを話し合う。2人以上の者、例えば私、例えばあなたと一緒に話し合う、そして合意する。あいつぶっ殺したいな、俺もぶっ殺したい、ぶっ殺すみたいな。例えば酒飲んだ勢い、冗談でそんなこと言うことあるでしょ皆さん。でもこれからはそんなことも言えない世の中になっちゃう可能性もある。2人以上の者が犯罪を行うことを話し合い合意することを処罰対象とするというのが、要は相談の段階でアウトという、具体的な行為がないのに話し合っただけで処罰されるというものが、つまり被害者はないよっていうようなものが共謀罪だったんですね。話し合いだけでアウト。だからそんなやばい法律はまずいってことで過去3回アウトになっていた。もう一度皆さんに言います。近代の刑法では具体的な結果、被害が現れて初めて処罰対象になるんだよっていうルールからは随分逸脱したもんですよね。相談すると罪、共謀罪、過去3回、だから廃案になったんだよ。だから評判悪いから名前変えようぜって話になった。共謀罪をテロ等準備罪、しかし名前をテロ等準備罪としたにもかかわらず、その準備された法案の中にはテロっていう文言が入ってなかったんですよ。うっかりにも程があるでしょっていうか、お前どんだけ適当な仕事してんねんっていう話ですよね。うっかり坊やですね。そこを指摘された自民党内からも、これじゃ国民を欺くことになるじゃないかって。そりゃそうですよ、欺こうとしてる法律なんですから。慌てて中身にテロっていう文言を入れたよ。現行法、この法律がなきゃテロ防げないんですかって話をこれからしたいと思います。今ある法律、現行法でもテロなど凶悪犯罪を防ぐような話し合いや準備段階で処罰すること可能なんですよ。さっきオープニングの方で、この共謀罪のオープニングの方で、殺人事件みたいな凶悪犯罪は早い段階で処罰できるって話しましたよね。その通りで、テロなど凶悪犯罪は話し合い準備段階で処罰可能なんですよ、もうすでにこの国ではって話です。例えば共謀罪、話し合いだけでアウトというものはこの国に13もすでに存在してます。陰謀罪、国をひっくり返してやろうぜみたいなものに関してはすでに8つもある。準備罪、その計画に、話し合いの計画に対して準備するってことに関しては7、その準備と同じような予備ってものに関しても37もすでに法律があるんですってことです。この法律がなければ東京五輪、俺パラリンピックは開けないと言っても過言ではないと。いや過言ではないじゃなくて、それ過言ですよおじさんっていう話ですね。言い過ぎですからって。もしそこが心配ならば、あなたこの予備罪に2つ3つ足せばどうですかってね。そんなにあなた心配なんだったら、この共謀罪に2つ3つ足したらどうですかって話なんですけど、そうじゃないんだと。やっぱりこれはこれがなきゃダメなんだっていうね、このおもちゃがなきゃ僕は嫌なんだっていう子供みたいな話になってるってことですね。でこの共謀罪、対象犯罪676、要は過去3回国会で廃案になった時に676だったものを277まで減らした。あ、そんなに減らしたんだったらいいじゃないかって話もあるかもしれませんけれど、それは違います。数は減ろうが、その本質が同じですから。先に進みます。国会で廃案になった共謀罪、対象となる犯罪数は600以上だったとね。中にはキセル乗車、釣り銭詐欺といった犯罪も含まれてたんですよ。むちゃくちゃでしょ。話し合っただけでアウトというものに対して、今度キセルしたのかっていうこともアウトになるっていうような内容になってた。釣り銭詐欺、お釣りもらってね、多めにもらいすぎたけどもらっとこうって、これ釣り銭詐欺ですけれども、これに対してもそういうことがあったらもらったのかなっていう話し合いさえもアウトみたいな、とんでもないすっとぼけた法案だったわけですよね。
676から277にしたと。277のこのね対象犯罪、この共謀罪にかかる対象犯罪、この中で注意しなきゃいけないのは、権力側、例えば政治家に対して、例えば警察に対して、不都合なものは省かれてるんです。鼻からずるくないですか。権力側にとって不都合なものは最初から省いて、これはお前たちに対するもんだっていう話になってるんですよ。そんなこと言われたって、あなたたちだって間違ったことするかもしれないんだから、あなたたちも含めた方がいいんじゃないのって当たり前のことですよね。先に行きます。除外されている罪、どんなものがあったか。公職選挙法違反、テレビでよく聞きますよね。他にも政治資金規正法違反、他にも政党助成法違反、政治家がやらかしそうな法律は最初に除外。ずるくないですか。ねえ、ありえない。先に行きます。他にも除外されている罪、例えばどんなものがあるか。特別公務員職権乱用罪、これってどういうものなんですか。これあくまでも例えばってことで説明します。警察官が無実の人間に覚醒剤を持たせて、覚醒剤所持犯を捏造、その職権を乱用して逮捕監禁する、これ例えですよ。例えばそういうことがあるのが、そういうことをね罪にするっていうのが特別公務員職権乱用罪。これ省かれてます。なんで省くの。警察が陥れるってことは絶対にやっちゃいけないですよね。でもそれは除外するんですって。ご都合主義ですね本当に。先に行きます。他にどういうものがあるか。特別公務員暴行陵虐罪、どういうことですかってことですけれども、取り調べを受けてる時とかに結構無理やりなことされたりとかするわけですよね。例えば、冤罪事件で有名な渋子事件とかありますよね。この時にですね、その冤罪にされた人が、取り調べを受けてる側が家族から書かれたメッセージなんかを足で踏まされたりとかした、非人間的な、本当に屈辱的な、本当に心が壊れる、そういうような扱いを受けた、こういうものはやっちゃいけませんよ、罪ですよとされるような特別公務員暴行陵虐罪なども除外されてしまってる。とにかく権力側に不都合なもん全部排除した上で、この共謀罪、テロ等準備罪ってものを、この人たちはこれがないとテロは防げないみたいな寝言を言ってるって話なんですね。皆さんにとってはちょっとね、荷重かかるかもしれないけど、権力側は別に痛くも痒くもないよっていう作りにしてしまってるっていう、非常にずるいバランスの欠いた法案になってると。共謀罪、その響きが悪いから名前を変えたよ、テロ等準備罪。テロ等準備罪は政府答弁、共謀罪とテロ等準備罪は違うんだ、政府はこう言います。じゃあどう違うんですか。計画、いわゆる相談だけではアウトにならない。あ、確か共謀罪って相談した段階でアウトになるって話でしたよね。だから政府言ったでしょ、政府はだから言ったでしょ、テロ等準備罪は相談だけではアウトにしないよ。じゃあどっからがアウトなんですか。計画、いわゆる相談と準備がセットになって検挙処罰になるって話になってる。はあ、ちょっとマシになってる気がしますよね。相談だけでアウトにならないんだ。相談をした後に何かしら準備をしなきゃ、これがセットにならなきゃ処罰されないのか、じゃあ大丈夫だなとか思っちゃいそうですよね。相談だけではアウトじゃないんだ、よかったよかったって話になるかってことなんですよ。でもう一回戻りたいんですけど、犯罪発生までの流れ、殺人事件の場合、計画、これ殺人事件の場合って書いてありますけど、じゃあこう考えてください。あなたは殺人事件のつもりじゃない、でも捜査側は殺人事件だと決めつけてる。あなたは友達と酔った勢いで、あいつぶっ殺したい、俺もあいつ大っ嫌い、ぶっ殺したい、ぶっ殺してみるみたいな居酒屋で盛り上がった、ストレス解消した、そんな話の延長線上で、捜査側に目をつけられたという前提で見てみてください。計画とはどういうことを言いますか。犯罪までの流れです。話す、相談する、続いて準備、予備、 ATM でお金を下ろす、ナイフを購入する。先ほどの政府はどっからがアウトかっていう話に関しまして、この計画、話す、相談する、これだけではアウトにしないという話でした。
これプラス準備が必要なんだよ。これ味噌なんですね。準備が必要だ。じゃあ ATM でお金下ろすって、ぶっ殺してって話の後、お家に帰る前にお金下ろしましたって。でも何か支払いがあったりとか、次の日何かあったら皆さんお金下ろすでしょ。これさえも準備行為にされかねないって話。準備行為にされてしまうって話です。いやいやいや、あれは冗談で盛り上がって言ってただけですよ。でもお前あの後お金下ろしただろ、あれは凶器を買うための準備行為だったんだみたいな、いや違いますってっていう話になるってことですね。向こうは完全にこっちをお前やるつもりだったんだろっていう決めつけできてますから。でおまけにお金を下ろした上に次の日にね、切れ味悪くなった包丁研ぐとかっていう話じゃなくて、新しいもん買おうとかで買っちゃったみたいな、もうこれ決まりだろって話になりますよね。だから準備行為っていうのも非常にわからない話じゃないですか。その人の内心なんてわかんないんだしっていう話ですね。でもこの時点でもうアウトなんですよ。先に行きます。この未遂ね、例えばもうここら辺から実際に襲いかかって命は助かったけども傷つけた、これは普通に罪ですよ。で既遂、ナイフで刺して命を奪っちゃった、これ完全に犯罪ですよ。でこんな感じで、で捜査側は殺人事件を起こそうとしてたな、お前たち相談もした、そして準備行為もしたっていう、この 2点セットだけでもうアウトにできちゃうっていうことが、このテロと準備罪だって話なんですね。具体的な行為はないですよね。実行行為ありました？準備段階まで、つまり被害者も生まれてないなのに処罰の対象になるっていう、さっきの話、要はどういうことかってことなんですけど、この相談をするっていう段階から、それ以前の段階からみんなをチェックしてなきゃいけないんですよ。お前こんな相談してただろってことを示すためには、その相談してた内容を知ってなきゃいけないんですよね。相談してる内容を知ってるってことは、それまでにどんなやり取りがあったかってことを全てチェックできてないといけないってことなんです。だからなんか怪しい相談するんじゃないかってところを、片っ端から通信を押さえていくっていう行為に走っていく、当然のことですよね。じゃなかったらどうやって目星つけんですかって話ですよ。全ての人々を犯罪者予備軍として日常的に広い範囲で盗聴などの捜査を行えるようにしとかなきゃ、相談なんてキャッチできないですよ、当然ですよね。これ捕まるとか捕まらないとかっていう話じゃないんですよ。そのもっともっと前の段階、警察にこいつら怪しいんじゃないかっていう、もっと前の段階からずっと見続けられなきゃいけないっていう状況になっちゃう。警察の主観的嫌疑、つまりはこいつら怪しいんじゃねえのっていうことをスタートするためには、相談が行われる前って書いてありますけど、これずっと前の段階で盗聴尾行などの捜査が必要。要はこれで捕まる捕まらないの話じゃなくて、全員が捜査対象になり得る、そのために全員の通信などを警察側がキャッチをし精査をするっていう作業がどんどん広がっていく。あれそんな何もまずいことないもんっていう話じゃないんですよ。まずいことないから見ていいですよって話じゃない。人間にはプライバシー意見があるからってことなんですよね。一人の子としてね、自分自身という子というものを確立するためには、誰にも侵害されないフリースペース、一人だけのものを考えたりとかする、そんな時間や空間が絶対的に必要ですよね。自分や友達との間にも。お前怪しいことがないんだったら大丈夫じゃないか、お前そんな人に見られるのは嫌だってことは何か怪しいことしてるんじゃないのか、そうじゃないっていう話なんです。まずいことがないんだったら見られてもいいじゃないかっていうものの考え方は、これナチスのやり方と一緒なんですね。先に進みます。相談の段階、それ以前の段階で捜査は開始できます。やばい相談をするんじゃねっていう全ての人々、そのやばい相談をするんじゃねっていうところに行くまでの、それ以前にも
全ての人々を潜在的犯罪者とみなしてプライバシーの侵害をすることを合法化できてしまうっていう恐ろしい法律になり得る。表現の自由に対するこれ萎縮効果絶大ですよね。例えばですよ、あなたが言われのない捜査を受けた場合どういうような不利益を受けるか、これからちょっと話していきたいと思います。さっきから言ってます、友達と悪乗りしたんだ、冗談の延長だったんだ、そうやって話したことね、あるでしょ皆さんも。そんなこと言葉で、友達との会話で犯罪に関わるようなことって冗談って言ったことないって人いますか？赤ちゃんぐらいですよ言ったことないなんて人ね。それを話した後にその後コンビニでお金を下ろした、そのことを捜査側が犯行の準備行為と決めつけた、逮捕要件を満たす、捜査側がそう判断すればあなたの身柄拘束することできます。無罪を無実を主張しても最大で23日間を拘束することは可能です。たとえ勾留が最初の24時間、48時間、それぐらいの期間で済んだとしても、皆さんなんて説明しますか？勤め先に、ちょっと警察にお世話になってましてね、いや大丈夫ですよ素人ですから問題ございませんで通用しますか？無断欠勤どれぐらいまで皆さん最大限粘れますか？本当は何もやってないのにそういうことで会社クビになったりとか、わかんないですけれども、知人から犯罪者扱いされてしまったりとか、社会的に抹殺されるのと同じような状況になってしまう、そんなことあるわけないだろうっていう人に見てほしいんですよ。捜査側が令状を司法側裁判所に請求すればほぼ 100% に近い形で出されるんですよ。これ見ていただきたい、これ却下された率です。逮捕状 0.06%、 0.06% しか却下されてないんですよ。これ弁護士の方です、元東京高裁判事の方がこうおっしゃってる、非常に厳格に吟味する人もいる、これ令状ですね、これ令状出してくれって言った時、それを判断する時の話です。非常に厳格に吟味する人もいれば、捜査官の主張通りにどんどん令状を出す人もいる、捜査機関は個々の裁判官の判断傾向も事前に把握している、この人はなかなか出さないな、こいつはどんどん出すぞってことを捜査側は分かってるってことなんですね。その日の当番が厳格な裁判官だと事前に分かると捜査機関は令状請求しない、簡単に令状を出してくれる裁判官が当番の日まで待ってから請求をするんだ。私が勤務したある地裁ではそういうことがありました。この人の勤めてた地裁ではそういうことがあった。この人が勤めてた地裁だけがそうだったらこんな数字にはなりませんよね。ほとんどの裁判所でね、全て出すっていうのはスタンスだからこそ逮捕状が却下されたのが 0.06% しかなかったっていう状況が生まれたってことだと思います。先に進みます。日弁連の弁護士さん山下幸雄さん、日本の裁判官は捜査機関が提出した資料で判断をします。捜査側の言い分だけで判断するので、よほどおかしな点がない限り却下されない、何か明らかに不備があるとかっていう限りじゃなかったら出すって話なんですよね。逮捕状 0.06% しか却下されてない、全ての令状捜索差し押さえだったりいろんなものを含めると 0.8% しか却下されてないっていう現実があります。例えばその先にね、取り調べってことになった場合どんな状況が待ち受けるか、これ郵便不正事件ありましたよね、厚生労働省、村木厚子さんの話、取り調べを冤罪事件ですよね、これ取り調べを受けた村木厚子さん、取り調べを受けた厚生労働省関係者10人のうち5人が、半分が村木さんの関与を認める供述をした、これ強烈だと思う、強烈すぎませんこれ、だって村木さんやってないんですよ、でも10人取り調べ呼ばれてで供述して、半分の10人のうち半分が村木がやりましたって供述してるんです。すごくないですか、これ何がすごいかって言ったら、それぐらいの勢いでやってないことをやったってねじ曲げるような取り調べが日常的に日本の捜査機関の間で行われているっていう現実だと思います。次いきます。2012年
パソコン遠隔操作事件っていうのがあったの覚えてますか皆さん、犯人がインターネットの電子掲示板を、介して他の人のパソコンを遠隔操作したんだ。それを踏み台として襲撃、殺人などの犯罪予告を行った事件。これも取り調べかなり強烈で、やってないことをやったって言わされた人たちがいる。4人の容疑者のうち真犯人でない2人が私がやりましたって言わされたって話なんですよ。もう笑っちゃいけないけど、もういい加減にしろって話だと思いません？要はやってない人をやったって言わせることの天才なんだってことなんですよ、日本の捜査機関。だから冤罪事件が山ほどあるって話なんですよね。とんでもない。結果2件ともこれ以上でしょうけどね、細かく調べていけば 50% が嘘の供述をする。これ日本だけなのかなって話なんですけれども、これ特に取り調べがきつい場合においてはこのような状況が生まれるというような状況が世界にもあるようです。2004年、少し古い情報ですけれども、アメリカのノースウェスタン大学ロースクールの研究結果、1973年以降の死刑冤罪事件の 45.9% が誤った情報提供者の証言が原因だと。冤罪原因の第1位は間違った証言だったり間違った供述だったりっていう話ですよね。考えただけで犯罪者として扱われる。盗聴やガサ入れ、身体拘束、あなたが受けたらどうする？めんどくさいですね。実際にガサ入れまでなかったとしても、実際に取り調べまでなかったとしても、ひょっとしたらそういう目に遭うかもしれないな、そう思ったとしたら余計なこと言ったりとか余計なこと考えたらややこしいことに巻き込まれてしまうんじゃないかって皆さん思いません？何も考えんとこ、何も言わんとこと、皆さんそうなりませんかって。萎縮効果を狙った法整備、要は共謀罪やテロと準備罪の話です。萎縮効果を狙った法整備、これ物言わぬ人々が大勢出来上がるってことなんですよ。ややこしいことに巻き込まれたくないから余計なこと言わんとこって話になっちゃう。一番コントロールしやすい、そんな人々を権力者が手に入れるとしたらもうやり放題じゃないですか。今でさえ多くの方々が政治に対して諦めてしまってたり、もういいやって手放しちゃってる。その間にやられている数々のことを見ていけば、どれだけ裏切りが政治の世界で行われているかってことですよね。これ以上にもう白紙委任状を出すまでもなく、もう何も物も言えない状況にされてしまったら、この先どうなっていくんだろうって話だと思うんです。被害者なし、実行なし、考えただけで犯罪者扱い。私たちの思想、心情、内心の自由、表現の自由を奪うものなんですよね。共謀罪、テロ等準備罪は本当に人権蹂躙されるような可能性が高い。これ日本国憲法に超違反してます。19条思想及び良心の自由、21条、ね、表現の自由、31条法定手続きの保障などにも違反する法案だと言っても間違いがない。そうは言ったってまだこういう人いると思う。自分がやばいことに関わってないんだから、そんなの関係ないっすか、関係なくないっすか、そう思ってる人もいると思う。しかしですね、いくらあなたがやばいことに関わっていなかったとしても、すいません水飲んで、いくらあなたがやばいことに関わっていなかったとしても、やばいことに関わってない人でさえもすでに捜査の対象であったりとかマークされる対象になっているって現実を今からお話しします。犯罪者ではなく当たり前のことを主張する人々がすでにこの国では監視対象となっています。法務省の外局、先ほども少し出てきましたけれども、法務省の外局公安調査庁という組織、皆さんご存知でしょうか。じゃあ公安調査庁って何やってるんですか。破防法に基づき暴力主義的破壊活動を行い、
将来もその恐れがある団体の調査を担当しています。僕もそこない、もうちょっと前に出されへん。これやってもらう必要ありますよね。暴力主義的破壊活動をやってるような人たちや将来的にそれをやるような可能性がある人たちはぜひともそれは取り締まっていただきたいし、マークをするべきだと私は思います。皆さんもそう思いません？当然ですよ。それをする機関が公安調査庁だったら頑張っていただきたい。公安調査庁が暴力主義的破壊活動を行っていて将来もその恐れがある団体を調査をしてるっていうんだったら頑張っていただきたい。じゃあこの公安調査庁がどういう人たちをマークしてましたかってことが1999年の内部資料の漏洩によってはっきりとしました。日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議、暴力主義的破壊行為、どうですか皆さん、これやってますかね、この人たち。都合悪いこと書かれるの嫌だって話ですよね。この人たちが暴力主義的破壊行為を行い、そして将来それを行うっていうような人たちに見えますか。続きまして、アムネスティインターナショナル、人権保護団体ですよね。長期の拘留されているような人たちに対して人権侵害があるとかっていうことを訴えるような人たち、その他にも生活共同組合、言い方変えてもあんまり怖くないですよね。だってスコープですよ、コープね。暴力主義的破壊行為に当たるようなキャベツを生産する農家、そしてそれを支える生活共同組合みたいな、意味が分かんないですよね。他にも情報公開を求める市民運動、これ正しくないですか。情報を隠蔽するなと、黒塗りなんて寄せと、ちゃんと行政文書、ある一定の期間が例えばみんなに公開するべきだ、まともなこと言ってるじゃないですか。そういう人たちや青年法律家協会、若くてね正義感あふれるような法律家弁護士さんたちだったりとかね、そういう人たちをマークし続けてる。他にも全国公害患者の会連合会、おかしくないですか。どうしてこの人たちマークしなきゃいけないの。この人たちは被害者ですよ。暴力主義的破壊行為のような経済活動によってその公害によって体を壊されたりとかした人たちですよね。企業を訴えたりとか、そしてこれを賠償しろってことを国に求めたりってことですよね。他にも核兵器廃絶を訴える原水金、原水協などなどが暴力主義的破壊行為を行い、そして将来にわたってそれを行う者たちとしてマークし続けて、ね、調査され続けているっていうようなことが行われていたってことがはっきりしたって話なんですね。権力を持つ者が考えることはいかに人々をコントロールするかって話なんですよ。当たり前ですよね。会社はあなたにとって優しいですか。今の職場、職場の周りの人たちじゃなくて企業ってものはあなたにとって優しいですか。いい会社もあるでしょうけどなかなか厳しかったりしますよね。会社レベルでさえもそうだろうと、国はっつった国はもっと優しいはず、いやそれは幻想ですと。一番国として権力者、政治家として欲しいのは物言わぬ人々ですよ。俺たちがいくら裏で何をやってたとしても黙って、それにも興味を持たず、何も気づかずに、何も考えてない人たちが増えれば増えるほど皆さんから絞り取った税金、自分たちの既得権益に流せるじゃないですか。そんなことをやり続けてるのが今の政治。それを何かの法律やいろんな決まり事によって政治的なアプローチができないというような状況にしていけた場合には、これ最高ですよ。権力側が一番手に入れたいのは物を言わぬ人々、政府の不都合にツッコミを入れるような人々は目障りで鬱陶しい存在だからこそ、法務省の外局、公安調査庁は数々の当たり前の言うべきことを言うような人たち、日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議、アムネスティインターナショナル、他にも、全国公害患者の会連合会ね、生活共同組合などなどをチェックし続けてるわけですよね。これだけじゃないですよ。賃金を上げろというような運動であったりとか、ね、新自由主義のようなグローバリズムの広がりを許さないという人たちとか、こういう人たちも当然マークされてます、マークします、当然です。でどうやってマークするかって、もちろん尾行したりいろんなことするでしょうけど、一番手っ取り早いのが盗聴なんだって話なんです。でこの盗聴の枠組みというものが昨年大幅に拡大されたっていうのは皆さんご存知ですか。
昨年のうちにこの登庁できる範囲が大幅に拡大されました。今まで登庁できる範囲っていうのは決まってました。もちろん犯罪の捜査には電話を聞いたりメールを見たりとかっていうことは可能でした。でも限られていた。何に？4つの組織犯罪、4つの犯罪類型にこの盗聴っていうのは限られていた。集団密行、殺人、銃器、薬物に限定されていた。この範囲を一気に広げた。この遠くて分かんないと思いますけど赤字の部分を広げたんですね。でこの赤字の部分で横にこういうのが入ってますよね。これ刑法犯罪全体の8割を超える。今まで4類型、4つの犯罪にしか当てはまらなかったものを全ての犯罪の 80% 以上、まあ、カバーできるようなことにしちゃったってことなんです。それには何がありますか？窃盗罪。窃盗って言ってもね、ピンからキリまであるんですよってことなんです。じゃあ例えば窃盗ってもの、どんなものがありますか？万引きも含まれます。万引きも立派な犯罪ですけれども、万引きやった中学生の家の電話とか盗聴したりとかね、します？やりすぎでしょ、どう考えたって。おかしな話ですよね。他にも詐欺罪。詐欺罪ってどんなものがありますか？釣り銭詐欺。釣りをもらったけれども、あ、ちょっともらいすぎ、でもラッキーもらっとこう、これ釣り銭詐欺ですけれども、他にもキセル乗車、もう一駅、まあ、最近スイカだからなかなかないでしょうけれども、例えばスイカね、通した時に料金が不足っつって、うるさいっつってそのまま改札を蹴ってね、出ちゃったみたいなね、これもキセル乗車ですよね。まあ、もちろんこれ犯罪ですよ、やっちゃいけない。でもそれやった人の盗聴しますかね？しませんよね。犯罪ではあるけれども盗聴するほどの犯罪ではないっていうのは当然のこと。じゃあどうしてそこまでを盗聴してしまえるようなことにしてしまったかって話なんです。事実上何でも盗聴できるようなことを去年でもう国は決めてしまった。例えばですよ、万引きした中学生を盗聴するという入り口を掴んだとしたら、その家族であったり親族であったり友人関係であったり、それだけでどれぐらい広がりますかね。何匹の中学生を入り口に何十人、下手したら何百人までいけるかもしれないですよね。分かんないけど、その歯止めがあったら別ですけど、歯止めなんてないですからね。聞きたいところまで聞けるっていうような話になっちゃう。要は何でも聞けるようにしたって話。これはおそらく今テロ等準備罪、いわゆる共謀罪に向けた地ならしってものがすでにされているんだろうと。このあと一部法律を改正すればテロ等準備罪ってものとも合体することができるってことですね。この方ご存知ですか？皆さんのお友達ではないですけどね、エドワード・スノーデンさん。スノーデンさんってどんな人ですか？アメリカの NSC、NSA でお勤めになってた方ですよね。で、日本の市民も監視されているんでしょうかってことをエドワード・スノーデンさんに聞いたら、答えはもちろんですと。スノーデンさんってどんな人でしたか？アメリカの軍隊にもともといたんだけれども体を壊した、ね、体を壊した、怪我をした。で、軍隊続けられないから、でも頭脳がめ、ね、頭脳明晰で、いろんなテクニックを持ってたってことで NSA 国家安全保障局に配属されて CIA の勤務になった。そして横田基地にも勤務していたね、 NSA の契約社員として。で、フッサで2年間暮らしてたらしいですよ。アメリカの国家安全保障局が世界中を監視しているってことを内部告発した、そんな人なんですよね。皆さんご存知の通りです。で、このアメリカ国家安全保障局とはどんなところですか？傍聴機関だよ。アメリカの情報を漏らさない。そして、あ、それ以外の国から情報をどれだけ引き出せるかってことをね、まあ、スパイ組織って言ったら言い過ぎですけれども、国防っていう観点からいろんな情報を集めるっていうような組織だったと。で、 9.11 ね、航空機テロがありましたけれども、あのあとアメリカでは事実上全ての国民を監視できる、盗聴できるような法体制が敷かれてしまった。で、2005年からコレクト・イット・オール全部集めんだっていうような方針を取り始めたってことなんですね。で、どうやって集めるんですかって話ですけども、マイクロソフト、ヤフー、グーグル、フェイスブック、スカイプ、アップル、YouTube などアメリカインターネット大手9社のサーバーから1日数百万件に上る利用者の通信記録を得ているって話なんです。すごくないですか？全部見られてるんですよ。
昨日見たあの恥ずかしい画像バレてるんですよもうね。いやもう口では言えないそんな話なんですね。それ以外にもですね、例えば通信会社とか全部協力してますから、例えば海底ケーブル通ってる、アメリカと日本の間にも通ってます、アメリカで上陸する、吸い上げる、入り口出口、そして日本から吸い上げる入り口出口、ここで全てコピーされてるって、全部見られてます、全部聞かれてますってことをアメリカはやってます。で今年の4月、新たな NSC の機密文書が公開された。その中身は何でしたか。日本政府がアメリカに対してまたお金を出した。横田基地とかキャンプハンセンに監視拠点を構築するため何百億円という資金を出したよ。その代わりに見返りとして日本側にスパイトレーニング、要はいろいろね、あの人の情報を見るときのスパイトレーニングプラス監視装置を提供した。監視装置ってどんなものですかって、 X キースコア。 X キースコアって何ですか。スノーデンさん曰くスパイの Google だよ。何か言葉を入れれば検索されてザッて出てくるって話ですよね。それでいろんなメールだけじゃなくて非公開とかいろんな、ね、ネット上にあるようなもの、ネット情報も含めて、情報を収集できる。例えば安倍総理の安倍総理が嫌だっていう人はね、例えば安倍政権打倒とか言ってるじゃないですか。で安倍スペース打倒って入れたとしたら、その安倍と打倒に関わるものをすべてチェックできるってことですよね。誰が総理の悪口言ってますかっていうことも全てカバーできてしまうようなものをもうすでに手に入れてしまってんだよってことなんですね。はい、もうすでに覗かれてます。でこれからどんどん覗かれます。でそうやることによってテロは防げるんですかってことを海外の事例で見ていきます。フランス・パリでは同時多発テロ事件が起こってから市民の監視大幅に拡大された。行き過ぎた監視です。例えば疑わしいというだけですよ。住居に侵入しても OK になった、捜査側が。で監視カメラ仕掛けたりとか PC のマウスにね、いろいろ仕込みして今何を検索してるかってことがもうリアルタイムに見れるようなことまでが合法化されるようになっちゃった。すごくないですか。むちゃくちゃですよね。 9.11 アメリカでもテロが起こった。愛国者法などをどさくさに紛れてどんどん通して全国民が監視の下に置かれるような状況になった。でそのやりすぎた、これはやりすぎだってことがスノーデンがバラした後に国中で本当に声が上がって、オバマ大統領は上院の人たちと、ね、検証委員会を立ち上げた。プライバシーと市民的自由に関する、監督委員会ってものを立ち上げた。そしてここが検証結果をリポートした。その内容は何だったか。その収集の仕方は違法であるってことを認めたばかりでなく、電話盗聴プログラムが対テロ捜査の成果に具体的に役立ったケースは一件も発見できなかったって話です。いくら盗聴しようがいくら覗こうが、それはテロには何一つ、テロを未然に防ぐってことには何一つ役に立ちませんでしたってことをオバマと上院が作った委員会が、検証委員会がはっきりと出したって話。でも日本はやるんですって。世界に何周遅れてるんだよ。そのやり方はっきりしてるんです。目的はテロじゃない、政権にとって権力者にとってのテロリスト、日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議、人権保護団体、公害患者の会、当たり前のことを当たり前のように声を上げる人たち、政治と自分の生活は一体だって分かってる人、政治とは生活そのものと分かってる人たち、間違ってるだろそのやり方ってことを声を上げる人たちを黙らせるためには監視をして萎縮させるという方法が何よりも簡単って話なんですね。でごめんなさい、ここでですね、新宿の別の場所で、凱旋活動、このようなですね凱旋活動をたまたまやってたという福島瑞穂さん、国会で一番ブラックな働き方をやってる、休みなしですよ本当に。本当になかなか過労死しませんね。どうぞ上上がってくださいどうぞ一言、どうぞ、いや上上がってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。どうも皆さんこんにちは。太郎さんとは参議院で統一会派を希望の会っていうのを組んでやってます。で共謀罪、
金田法務大臣への不信任の決議が出ました。答弁できない大臣は不信任に値すると思いますが、皆さんどうですか？答えられないんですよ。本当に答えられない。答えられないことはニュースにならずに、もし答えることができたらそっちがニュースになるんじゃないかって思うぐらいですね。不信任案これ可決すべきですよ。与党はこんな法務大臣認めてはいけない。そして共謀罪は人を処罰できるものじゃないですか。何を処罰するか分かんない、答えられない法務大臣の下で作られる共謀罪なんてありえないと思いますが、皆さんどうですか？そして森友と賭けについて、今日朝日新聞で文科省の中に官邸からの官邸総理の意向というのが文科省の役人のペーパーにありました。森友学園だってそうじゃないですか。安倍総理は私か妻が森友学園の土地の払い下げに関与していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。関与していることが明らかになりました。だったら辞めてもらおうではありませんか。辞めるべきですよね。そして最後に安倍総理、5月3日2020年までに憲法9条を変えて3項を入れて、そして施行すると言いました。でも1項2項3項3項に自衛権自衛隊と書いたとして、この自衛権自衛隊の中には集団的自衛権の行使が入ります。安倍総理は憲法9条があっても安保関連法を成立させた人です。違憲の法律を成立させました。今度はこの違憲の法律を憲法上も合憲にする集団的自衛権の行使、今まで日本は日本政府も自民党もできない、海外でアメリカなどとともに世界で戦争することできない、集団的自衛権の行使はできないとしていた集団的自衛権の行使を可能にしたのが安保関連法です。国際平和支援法案、重要影響、地裁法案など作りました。これを持っている、これを作った安倍総理、参考で自衛隊自衛権と書くということは集団的自衛権の行使を可能にするということです。参考が1項2項を破壊します。憲法9条3項が憲法9条と日本国憲法を破壊します。だから安倍総理の改憲を認めてはなりません。国会でこのことを質問されて、9条改憲について質問されて、読売新聞を読めと言った総理大臣、国会が何か分かっていないと思いますがどうでしょうか。国会で説明しない総理大臣はいらない。憲法が何かわからない総理大臣はいらない。自分の個人的な妄執と個人的な執念と個人的な妄想で憲法を変えようという総理大臣はいらない。政治を私物化する総理大臣はいらない。あれやこれやでいらない。共謀罪と安倍内閣を一日も早く葬り去るように頑張っていきましょう。山本太郎さん元気で本当に国会で頑張ってます。一緒に共闘して頑張ります。福島美穂です。番外編侵入組すいません。ありがとう、止まりませんね。ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。また明日。ありがとうございます。本当に心強いですね。今私、今共謀してましたね、頑張りましょうねってね、もうこれでアウトですよ。っていうかもう捜査は始まってます。多分聞かれてますよ、もういろんな会話ね。今私が所属しているのは、自由党という政党です。山本太郎です。で先ほどお話しいただいたのが、福島みずほさん社民党、2つのグループは今小さなグループなんですね。だから国会内で活動するときには会派という形で組んで、より発言できる場を増やしているっていう状況です。本当に頼りになります。本当にみぞさんが言ったことに総理すっごい反応するんですね。すっごい怒るんですよ。そんなに怒らんでもなんかバレるよ、そんなに怒ったらっていうようなね。話戻りますね。出てきた。あー OK。じゃあどうしようかな。98か99出るかな。
憲法98か99、先ほど水野さんがね、憲法って言ってました。憲法を変えるってどういうことなのって話なんですけど、憲法ってなかなか変えられないもんなんですよ。例えばこの国の在り方が大きく変わるぐらいの、ことじゃないと変えられない。例えば、天皇を象徴という形にしなくなるとかね、例えば、自衛隊を軍隊にするとかっていう形になるならば、それは憲法を変えなきゃいけない状況になるでしょうけれども、でもそうでないならば憲法はそうそう簡単に変えちゃいけないもんなんですよ。当たり前ですよね。だって国民のため。で、憲法は何なんですかって話なんですけども、これは木村壮太先生いらっしゃいますよね、がおっしゃってたんですけど、憲法っていうのはその国が過去にやらかした失敗のリストなんだと。数々の失敗を見ていって、二度とこのような状況にはさせないために記されていったものなんだっていうお話なんですね。で、先に行こうかな。あ、ここでめくれるかな。98はあった？なかった？ OK。 はい。で、総理がね、憲法を変えることを提案するなんて何を言ってんだ、このすっとこどっこいって話なんですね。なぜならば憲法99条見てみって、権力を持つ者たちはこの憲法を尊重し擁護する義務を負うんだって話なんですよ。この憲法はアメリカから押し付けられたとかっていう寝言を言うっていうのはありえない話なんです。今目の前にあるこの憲法を、要は権力者を縛る鎖を自ら緩めてください、緩めるんですなんて言い始めるなんて本当にわけのわかんない話なんですね。それを言うんだったら、アメリカから押し付けられた憲法って言うんだったら、その前にアメリカから押し付けられている日米地位協定および日米安保を変えることが先なんですよ。当たり前なんですよ。考えてみてくださいよ。だってどうして羽田空港を飛び立った飛行機があれだけ 急上昇するのかって、それはアメリカの空域、アメリカの飛行機が飛ぶための空域を確保するために、そこを邪魔しないように急上昇しなきゃいけないって話なんです。日本の空はアメリカによってコントロールされてるって話なんですよね。それだけじゃなく、アメリカ軍は日本のどこに基地を作ってもいいっていうことが担保されてるんですよ。それだけじゃなく、アメリカ国内で本当ならば飛行禁止にされたりとかね、住民への環境の配慮であったりとか、自然の動物に対する影響とかっていうことで、例えばオスプレイが飛べない地域があったりとかっていうものがあるんですけれども、日本では関係ない、どこ飛んでもいい、どれだけ低空飛行しても構わないっていうようなことが当たり前に行われる。誰の国なんだよ。おかしな話でしょ。だって外国の軍隊が駐留するという国は他にもあるけれども、ここまでアメリカ国内で自分たちができない訓練やそれ以外のことをよその国でそこまでできてしまうようにするっていうのは、これはもう独立国家とは言えないですよね。旧属国家、独立国家とは言えない。もう一つのアメリカの州だって話ありますけど、とんでもない。もう一つのアメリカの州だったらもっと丁寧に扱われてますよ。残念ながら腹立つけど植民地のままなんですよ。その植民地のままにしたのは誰なのかってことですけれども、この日米安保とともにアメリカの 米軍や米兵に対する法的地位を与えた日米地位協定って形を変えて、より、あ、すいません、熱い気持ちは分かりますけれども、非常にやりづらいですね。一言一言こう掛け声がよっなんとかやみたいな感じで多分やっていただいてるんでしょうけども、すみません、細かく刻まれるとちょっと次に何言おうとしてたか忘れてしまったりとかね、非常に人間っぽい部分が出てきますので、まあとにかくですね、このようなシステムを占領時代よりもより占領色を強くするような法律体系を作っていたのは安倍さんのおじいさんなんですよね。そのおじいさんから引き継いだことをさらに前に進めようとしていることが安倍さんであると。もういい加減独立国家同士として当たり前の話し合いをして、お互いの国にとっていいようなね、平等な関係ってことを築いていくってことをしていかなきゃいけないけれども、何よりも隷属する方が楽だっていう道を選ぶってことですね。だからこそアメリカに対して日本国民の情報までそのまま横流しするようなことが許されてるってことです。ここまでアメリカに尽くしているにもかかわらず、アメリカを含めてファイブアイズって言われるような国々、例えばカナダ、イギリス、
他にも、ニュージーランド、オーストラリア、この国々は秘密を共有できてるんですけど、その中に日本は入れてもらえてないんですよ。ここまでアメリカに尽くしてもその仲間にさえ入れてもらえない。そして日本の閣僚であったりとかね、大臣とかね、大臣ばかりじゃなく省庁であったり商社であったりとかっていうのが過去にアメリカに盗聴されていたことが分かって、その内容を把握されてたってことが2年前ぐらいに表沙汰になった。でその日本の盗聴されていたいろんな重要情報が先ほど言ったこのファイブアイズで共有されてたってことが表沙汰になった時に、当時の防衛大臣小野寺さんでしたかな、なんてコメントしたか、アメリカがこういう盗聴をやっていたことについてどう思いますかって、信じたくないって言ったんですごめんそれ恋愛がなんかみたいな、信じたくない、彼が浮気してたなんて私絶対信じないみたいな、まあいいんですけどね、まあそういう関係性だっていう話です。片思い、片思いっていうよりもね、もういい加減自立してこの国はこの国のあるべき姿を示していかなきゃいけないっていうことは当然のことなんですけども、それは憲法を変えるということよりも先に日米安保であったり日米地位協定ってことを見直すことの方が先なんだってことですね。あまりにも水尾さんが憲法憲法言うもんですからそのままひずられてね、今喋っちゃいましたけれども、国会議員だけではなく権力を持つ者、公務員、そういう者たちは今ある憲法を尊重しなきゃいけないし擁護しなきゃいけないって話なんです。25出るかな、どういうことか、25条、例えばですよ、他に憲法どんな条文ありますか、素敵な条文があります。憲法25条、生存権と言われるようなもの、もう一枚めくってくれる、ごめん、これですね、条文違うな、これこれは自民党改憲総の方じゃわな、ごめん違うわ、探しながら行きますね、すいませんね、すみませんね、もう口で言うわ、じゃあまあ全部全て一本一個あったらいいわけじゃないですけど、世界観としてはまあ最低限度の生活、文化的な人間的な暮らしをさせろってことが書かれたのが25条なんですよね。皆さん最低限度の生活してますか、それは文化的な暮らしですか、ねえ、この国を引いて見てみたときにどんな状況でしょうか。単身女性、20歳から64歳まで一人暮らしの女性、3人に1人は貧困という状況に置かれている。貧困ってどういう状況ですか、一人世帯で見ればだいたい10万円ぐらいで暮らしている人々、絶対的貧困じゃないですよ、この国にあるのは当然相対的貧困、食べ物がなくて飢えてっていう人たちも確かにいらっしゃいます。生活保護を水際で断られて、でもそういう人たちは本当に数が少ないです。相対的貧困、例えば新しい都市に変わって新しい下着が買えなかったりとか、伸びきった擦り切れたものをずっと履いていかなきゃいけないとかっていうような、普通に人がやってるようなこともできないようなっていうような貧困に、貧困的立場に置かれているような人たちはこの国には 16.1%、子供は 16.3%、 6人に1人、6人に1人の子供が貧困って状況に置かれてるんですよ。憲法守ってないじゃないか、政治がって。最低限度の生活さえ与えてないだろって、文化的な暮らしさえ与えてないだろって。国民生活基礎調査、そういう調査があって生活が苦しいという人たちが 60%、全然憲法の理念なんて反映された政治を行えてないじゃないかって話なんですよね。今の憲法、現行憲法さえも守れない、守らないものが自分たちの都合のいいように憲法を変えたいなんて寝言は寝てから言えって話なんですよ。自分たちのお友達に、お友達のページ行ってもらっていいですか。自分たちのお友達にはとにかく優しい政治が片っ端から行われている。企業が儲けるためには企業に対して大減税、その埋め合わせとして皆さんに増税、そればかりか企業がもっと利益を増やせるように人間労働者を安く使えるような法律をどんどん作っていく。例えば派遣法の改正、派遣
パートタイム、いろんな人たち、まあ、大体非正規っていう枠組みですけど、もう5人、ね、もう4割を超えるような状況ですよね。2人に1人というような状況が、そんな働き方、その人たちがずっと、企業が非正規をずっと使い続けても労働力として足りるっていうような状況を政治で実現させている。で、それで幸せが来るのかっつったら、誰が幸せが来るのかっつったら働く人々ですよね。この国に生きる人々の労働環境であったり生活環境をより首が絞まるような状況に政治が旗振ってやっちゃってるっていう話、あまりにもありえないですよね。で、一方で先ほど福島みずほさんもお話してましたけど、加計学園の問題、加計学園って何ですかって1ページ、あ、こっち、はいはい、この左の写真のおじさん、加計幸太郎さんって言うんですって。どんな人ですか？40年代の安倍総理の友達、安倍総理曰く腹心の友。2016年だけで7回も一緒にお食事をしたりゴルフをしている。まあ別にいいですよ、友達だったらね、ご飯も食べるしゴルフもするでしょ。でも友達だけでは終わらないからまずいんです。で、どういう関係性か。2011年14年にこの方の学園のグループの式典に出席、安倍総理がわざわざする、なんかコスプレみたいな格好してね。で、昭恵夫人ね、昭恵夫人、まあ、系列のこの、加計さんのやっている学校の系列の認可保育園施設の名誉園長、名誉なんとかって名前のつくこと大好きなんですね、この奥さんはね。先に行きます。ほら見てください、仲良しですよ。2015年のクリスマスイブね、クリスマスイブ、男たちの悪巧みはてなみたいなね、安倍昭恵さんがね、フェイスブックに、好きですねこの方、フェイスブックね、覗かれてるぞアメリカに、フェイスブックはみたいなね、話ですけどね。でもとにかく投稿するみたいです、悪巧みみたいな、こんな大の仲良しです。で、一体何をやったかってことなんですけど、もう皆さんご存知ですけど、ご存知ない方のために言います。獣医学部を作るって言い出したんですよね。獣医学部、獣医さんを作るような、獣医さんのなるために勉強するようなところね。でもこれ獣医学部作るって言ったって、もう獣医学部はすでにあんだよ、いっぱい。新たに作るったって、そこで教える人を確保するのも大変だし、何か新しい分野をやるっていうんだったら別だけどって話なんですけど、まあ取り立てて新しい分野をやるわけではないと。これに対して日本獣医師学会は反対をしてるわけですよ。やめろと、そんなこと勘弁してくださいよ、これ以上獣医学会増やすなんてって。獣医師は、その理由として、獣医師学会がどうして新しい獣医学部を作るのを反対したか、獣医師はね、不足してませんよ。で、その加計さんがね、加計学園が提案している内容は新規性、新しいアイデアじゃないでしょって。すでにある大学がすでに取り組んでますから、それって。で、教員の確保極めて困難ですから。で、その獣医学部を作るのに施設の設備に対して数百億円の経費かかる。これ地元がお金出すって言うけれども、地元がここにね投資したって、それ返ってくるっていう効果望めないですよってことを日本獣医師学会が、言ったわけですよね。それはそのはずで、安倍総理が第二次安倍政権始まる前までに構造特区っていうのがあったけども、15回加計学園による獣医学部は15回跳ねられてたんです。ああ無理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 です無理です、これじゃ無理ですって言われてたけれども、安倍さんが第二次安倍政権になって国家戦略特区っていうね、私のドリルから逃れられる岩盤はないみたいな話、規制に穴を開けるみたいなね、規制に穴を開けるっつって自分ところの、小渕さんが都合の悪いコンピューターにドリルで穴開けたんですけどね、まあ、その話は置いといて、で、15回も跳ねられ続けてた構造改革特区でのこの獣医師の案件だったんですけども、安倍さんが国家戦略特区の諮問会議の議長になった途端にすぐ取ったって話なんですね。はあ、あまりにもありえない話なんですけれども、結局どういうことですかってことですけども、広さ 16.8 ヘクタール、約36億円の土地の無償譲渡を決定したと。15回跳ねられてたんですよ。でも36億円程度の土地を与えられ、そればかりでなく全ての事業費の経費の半分をその地元が持つってとこまで持ってきたんですよね。96億円程度の補助金出す、すごいですねって、お友達には特別ですね。
すごいですね。その家計学園問題で朝日新聞が今日スクープしたのは、要はこれは国家戦略特区の諮問会議っていうところでしっかりと議論されてるから、私と友達だからっていう関係ではそんなこと簡単に決まるわけじゃないっつってたのに圧力かけてたことが分かったんですよね。内閣府が文科省に対して圧力かけて、逆算して最短のスケジュールを作成し共有していただきたい。これは開校に間に合うように、学校を開くまでに間に合うようにね。これは官邸の最高レベルが言っていることっていうことを内閣府から伝達されたと文科省が言ってると、ね、でこの今治の件に関してはこれは総理のご意向だと聞いているみたいな話になってると。すごいですね。これ命令ですよね、完全な。はい、お友達だけが得をする腹心の友になりたかったですね、私たちもね。皆さんどうですか、今からでも遅くないですかね、私お友達になってもらえないですかってね、言いに行こうかな。まあ、まずその入れてもらえないでしょうね。また一回こうあの地震が起きた時に、九州の方で地震、熊本でありましたよね。あの時に、鹿児島の仙台原発を止めろってことを直接総理に言いに行こうと思いまして、で、その内容を書いたものをですね、首相官邸に持って行ったら、首相官邸の入り口にさえ入れてもらえなかったんですよ。首相官邸の前の一個手前の信号で待っててくださいみたいな。あのすいません、一応私国会議員で、その上で一つの、政党の共同代表やってるんですけど、いや申し訳ございませんと、そのような急な対応はですねみたいなことで、まあ、なかなかお友達にもしていただけなそうですけれども、もう一人お友達がいましたね、安倍総理には。森友学園、はい、新たな展開、はい、この顔にピンと来た方々いらっしゃると思いますね。籠池さんね、もう今やもう全てを明らかにするという姿勢で、自分の人生を投げ打っても明らかにするという姿勢です。この方3メートルよりも深いところ、校庭にね、いろんなゴミが、ね、地中に埋まってる、 9.9メートル、 9.8 メートルのところにゴミがいっぱい埋まってる、これを撤去するのに何億円とお金がかかるから、9億円の土地をゴミ撤去費用を含めて、じゃあ200万ぐらいしてあげるみたいな話になってるわけですよね、もともとは。でも籠池さんがバラしたのは、3メートルよりも深いところに廃棄物がなかったんですよってことをバラしたんですよ。すごいですか、これが通る世界なんですよ。皆さんこんな言い思いしたことあります？ねえ、まあここまで極端なことしてくれとは言いませんよ。でも少なくともね、文化的で最低限度の生活を営めるような、当たり前の暮らしができるような、この国に生きる全ての人々がそういうことができるような、憲法25条生存権に書かれていることが当然守られるような政治が当たり前に行われてほしい、そう思いません？こんな自分たちの息のかかったりね、安倍晋三記念小学校という小学校を作りますってことで、マジで OK みたいな、そういう浮かれた政治ではなく、しっかりとこの国を持続可能な形にしていくような政治が行われてほしい。少なくとも声を、当たり前の声を当たり前に上げられなくなるような、疑心暗鬼な空気が充満するような法律、国家権力や警察権力が全ての人々の通話を潜在的犯罪者として監視するような世の中にするような政治はやめていただきたい、そう思うわけです。でですね、ずいぶん話が長くなりましたが終わります。途中の話で何が何やらよく分かんない、あいつも体揺らしながらよう喋っとったなって、こう体揺らさないと声が出てこないですね、もうね、こんだけ長い時間喋ると。共謀罪、いわゆるテロ等準備罪に関しまして問題点をチラシにいたしました。黄色いチラシです。今黄色いチラシ持ってる人、手の、上に上げていただけますか、配ってる方ありがとうございます。もしお持ちでない方いらっしゃいましたら、ぜひお持ちください。帰りの電車もしくは時間のある時にですね、一体どういうことが書いてあるんだろうってことを目を通していただきたい。このチラシを 100% 信じろとは言いません、当然です。もちろん事実に基づいたことが数々書かれていますが、これは情報の一つとして、この情報を見た上で他の情報も当たりながら、あなたの中の考え方をぜひ深めていただけませんか。ぜひお持ちください。そしてこの共謀罪、テロ等準備罪の危険性について自分自身で深めた後はですね、
周りの方と共有していただけませんか。長時間にわたってお話しさせていただきました、自由党共同代表参議院議員山本太郎でした。ありがとうございました。でですね、すいません、この後なんですけれども、山本太郎とツーショットを撮りたいとかっていう変わった方いらっしゃいましたらぜひ撮っていってください。でですね、お時間がない方は勝手に撮ってください。山本太郎、ほぼ肖像権ございません。なので勝手に撮っていただいて結構です。でツーショット、撮れる方はですねぜひ撮っていって、ネットでですねお友達とかに、まあ、メールでも結構です、新宿でよう喋っとったなとか変わった生き物いたとか、なんか共謀罪っていうのがあるみたいとかですね、いろんな情報を共有する入り口にしていただければと思います。それではですねこれから写真を撮っていきたいと思います。そちら、すいません手を挙げていただいていいですか。